待たせたな。はい、皆さんおはこんばんちは、私です。はい、どうもおついちでございます。前回の動画、大変多くの方に、ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。まさかね、初投稿があんなにいくとは思ってませんでしたので、ね、完全に一発やフラグが、立ってる状態ですけども、今回はですね、私のあの BO2 動画が、ハードコアがねメインになりますので、ハードコアとはそもそも何ぞやというものをね、ちょっと説明していこうかなと、解説していこうかなと思っております。ちょっとね、なので今回はカスタムゲームでやっていきたいと思っております。はい。で、ハードコアなんですけども、まず大きな違いとしてはですね、前回の動画でも説明したんですけども、体力が、コアと違って、30と、コアは100なんですけどね、ハードコアの方は、30となって非常に少ない、体力でやらなくてはいけないという感じになっておりますね。で、あとですね、コアですと、10秒間待つとね、ダメージを回復するんですけども、そちらのダメージの回復もありません。なのでこういう高所から落ちて受けたダメージ、これもですね、回復しないという感じですね。なので、高所からね降りるときは気をつけなくてはいけません。あとですね、ハットに関してなんですけども、今見ていただいてわかると思うんですが、クロスファイヤー、この真ん中のねコアだと普通にクロスファイア出るんですけども、このサインがございません。あとミニマップ、左上のミニマップと、あと左下のあの残弾数ね、こちらもないので、こう打って、普段はね、弾数少なくなると、リロードの、ナビゲーションが出るんですけども、そちらもございません。なので、弾数のね、管理も、常に意識していかないといけないという、まあ、非常にね、リアルな仕様になっております。あとですね、大きな違いとしてはフレンドリーファイヤーがございます。フレンドリーファイヤー、どういうことかと言いますと、味方どこ行った、味方いましたね。自分の撃った弾、コアですとね、味方を撃ってもすり抜けるんですが、ハードコアの場合は、味方よいしょ、このように、撃つと、相手が味方がね死にます味方が死にます。なので、誤射にも気をつけなくてはいけません。で、この誤射をですね、3回行ってしまうと、その部屋からね、キックされてしまいます。で、その部屋には入れなくなってしまいますんでね、気をつけてください。ただですね、今私、ホストなんですけども、ホストがですね、キックされると、部屋がなくなってしまいますので、ホストが、誤射を3回するとどうなるか、2回かな、するとどうなるかというと、自分が死んで、このようにリスポーン時間がね長くなるという仕様になっております。前回はですね、リフレクトといって自分に、ダメージが跳ね返ってくるっていう仕様だったんですけどもね、今回は、味方が死んでしまいますのでね、非常に気をつけなくてはいけません。これはスコアストリークももちろんそうなので、まあ、使いどころとね、場所の方は常に意識して、スコストもね使っていかなくてはいけません。ただしガーディアンだけは、味方が食らってもダメージは受けません。なのでガーディアンは結構ねハードコアでは非常に有効なスコアストリークだと思いますけどもね。はい。あとハンターキラーなんかもね、味方には反応しませんので、ハンターキラーは結構ね入れてる方は多いですね。であとですね、弾丸もそうなんですが、例えばこのように EMP とかね、コンカッション、フラッシュ、これもですね味方に当たると味方がその当たった味方が、その効果を受けてしまうので、この投げ物のね、使いどころも難しいという感じですね。ですからこうフラグとかね、あとこの車のダメージも、爆発して味方に当たると味方が死んでしまうということですね。これはベティとかね、クレーモンも一緒でございます。なので敵が、反応したところで爆発して味方がいるとその味方も死んでしまうということですね。さあ、まあ、これがですねハードコアの大きな違いとなっております。よし、じゃあこれで一回閉じて、で次にですね、じゃあハードコアどんな装備でいったらいいのか、
コアとはどういうふうにパークが違うのかというのをちょっとね説明していきたいと思います。まあ、この辺はね、いろんな、感じで皆さんのね、好みも分かれると思うんですけど、まあ、僕が一般的におすすめするというパークをちょっとねご紹介したいと思います。私の場合はそうですね、ハードコアだと、一回全部外しましょうか。そして外して、まず武器なんですけども、耐力が30ということで、アサルトライフルはね非常に強い武器のに入るんじゃないかなと思います。特にあのセミオートね、セミオートはあの最低ダメージが30以上のものが多いので、FMJ とかつけるとね本当に壁抜ったとしてもねどこでもあのほぼ一発で倒せるという感じなので、僕は結構セミオート、ガチの場合は結構使いますね。でもこの辺はリフレ、まあそうですね、好みにもよりますけど、まあ、クイックドローとかはねつけた方がいいかなと思います。でパークなんですが、パークはですね1はそうですね、まあ落下ダメージを考えてライトウェイトにするとかね、まあ、逃げやすくもなりますし、あとはフラジャッケ、まあ、味方とかね敵のフラグもね非常に危険ですからね、結構すぐ死んじゃいますから、フラジャッケなんかも有効かなと思います。あとはですね僕個人的におすすめなのはブラインドアイですね。ブラインドアイはあのハンターキラー、こちら結構ね使ってる方多いんで、ハンターキラーが無効化できるということを考慮すれば非常に有効な判断かなと思います。あとあそうだ、ねアタッチメントはね結構ねこの拡張マガジン結構有効ですね。なんでかっていうと拡張マガジンあの残弾数、総残弾数がね増えますんで、パークにのね、バックをスカベンジャーをねつけなくて済むというのもありますね。でそのパーク2なんですけども、パーク2は、僕はおすすめしているのはコールドブラッドですね。こちらは要するにこの、ターゲットファインダー、これがね非常にハードコア多いです。ぶっちゃけ、やっぱりレーダーがない分ね、皆さん策的に使いますんで、それを無効化する、コールドブラッドは非常に安定すると思います。まあ、タフネスはね逆にいりませんね。こうやってタフネスをつける、方は多いと思うんですけども、ハードコアの場合は結構ね先に打てば相手死にますんでね、あまり打ち合いにならないという感じなので、あまりタフネスの必要性はないかなと思います。だったらコア、ハードコアだったらコールドブラッドという感じですね。まあ、バックさんはそうですね、まあ、デクスタリーと、まあ、エンジニアか、マスク、まあ、味方のね、投げ物、先ほど説明しましたけど味方の投げ物にも判定ありますんでね、それを無効化できるという意味では非常に有効かなと思っております。まあ、僕の場合はそうですね、アサルトの場合は、中距離がメインになりますので、あまり敵の位置にね、切り込まないので、エンジニアをつけて行く場合が多いですね。エンジニアやっぱり策的にはね結構ベティとか反応して見えますからね、非常に有効でございます。で、リーサル、まあ、リーサルこの辺はそうですね、まあ、完全に好みにもよりますけど、まあ、セムテ持ってってもいいですし、ベキンを持ってってもよろしいかと思います。まあ、C4 も強いですね。ただ私の場合は、あえてリーサルはつけずにこのエンジニアをね有効活用するために、こちらでブラックハット、これをねぜひおすすめしますね。ブラックハットの場合は本当に味方にね、影響はありませんし、エンジニアで見つけたねベティとか、ショックチャージをねパックするっていうこともできます。あとはその UAV もね落とせますので非常に、有効かなと思います。はい、そうですね。あとはレンジとかね、ガーディアンとかサムタレもね、タレットも無効化できますので非常に有効かと思います。僕はこういう装備でいきますかね。まあ、サブマシとかだと、まあ、サブマシもね、近距離では非常に有効ですのでね、ピースメーカーなんかはピースキーパーなんかは非常に強い武器だと思います。僕はピースキーパーか、あとは遠距離で当てやすいベクター、この辺を選びますかね。はい、ということで、こんな感じですね。ハードコアは、非常にそのリアリティがある
戦いができるという点ではすごく面白いルールだと思っております。さあ、ちょっとね、まあ、時間がありますので、少しね、あと普段僕がやってるちょっと練習なんかも、ご紹介できればなと思っております。僕ね、必ずマルチプレイに行く前に絶対やるんですけども、ボット戦をねやるんですよね。ちょっとゲームルールを変えて、まあ、チームデスマッチでいいんですけども、まあ、ハードコアじゃなくていいです。ハードコアをやりたいですけども、当て続けなくちゃいけないというね、ことを考えると、ハードコアである必要はありません。ノーマルで十分です。で、まあ索敵が多いこうヌークタウンとかにしてですね、ボットを、ここ味方は0ですね。僕はこう敵を9にして、まあ、敵の強さは、まあ、ハードにしておいて、さて、ちょっと練習用のね、パークに入れ替えましょうか。フラジャッキにして、ここはタフネスはいる。あ、タフネスじゃないや。あ、いいか、タフネスと、デクスタリー入れて、ここを外しまして、これもいりませんね。ここを、パークにしてバックを持ってね、弾数を稼ぐと。なのでここは、ビッグドローと、どうしましょうか、プライマリーガンファイターで、早技をつけていきましょう。うん、これが大体僕のいつもやってる練習用の、パーク構成になっております。でこれでスタートと。やっぱりですね、マルチに行く前に必ずそのエイム練習をしていくとね、だいぶ変わってきますので、まあ、僕は先ほど見ましたけど、マルチに行く前は必ず、これをね、ティームデスマッチ。で今の状態で1対9の状態でスタートしていきます。さて、危ない危ない。 OK、 おっちょい。で1対9でね、こうなんて言うんでしょう、1対こう3とかで、こう自分1人と、相手何人かという状況をどんどん作ってあげると、こう状況判断のね練習にもなりますので、非常に有効だと思います。来るか、よいしょ、やべ、まあ、ボットのねレベルは本当に慣れるまでは普通に、リクルートでもいいですし、慣れてきたらノーマルにするとかね、レギュラーにするとか、まあ、ハードにするとかもいいと思いますけども、ね、ただリクルートにするとね、一番弱いのにすると、敵が走らなくなるのでね、まあ、ノーマル以上がベストかなと思っております。基本的にスコアストリーカー使わず、とにかくね敵をこう撃っていく。いや、下手くそですね。後ろ危ない。UAV on standby. そう。Hunter killer drone ready for deployment. Counter UAV awaiting orders. 危ない危ない。結構ね、ボットのフラグがね、立ってきた。危ない危ない危ない。怖い怖い怖い。さあ。UAV on standby。 わあ、いっぱいいるね。あ、やめてさあ、これをね、こうマルチに行く前にね練習するとだいぶ、エイムがね定まってくるんじゃないかという感じですね。おお、やるね、いいスタンスだ。
音相手センスもねえのか。あいって、えダブルキャー、オンミー、遠距離は強いんだな。遠距離はね、ボット強いからね、なるべく遠距離の打ち合いにはしたくない。いって当たらねえ、当たらねえ。あ、ダメですか。そうですか。おい、どこにいんだよ。まあニコニコで放送した時はね、結構これをね説明してたんですけども、一回ね動画に残しておこうと思ってね、ちょうどいい回なんでやってますけどね。うわベティ、いいとこ置くね。当たらない、当たらない。さあ41対16、うえっそういい反応。刺さった。決まり。気持ちよくないよバカ。やろ。ビリビリ気持ちいい。やめて。Kill confirmed. EKIA. Reloading. さて、どこに。That's a kill.でこれをねアサルトで今やってますけども、アサルトと、アサルトで1回でサブマシで1回、これをね必ず2回やります。僕はやっぱりアサルトでやってても、アサルトとねサブマシの使い方違いますんで、やっぱりね1回はやらないとダメですね。まあ、あとはね、人によってはこれがどんどん慣れてきたら、例えばね、10回以上死んだらやり直すとか、キルレをね、3以上取絶対取るまでやり続けるとか、そういう風にね意識してやっていけば必ずね上手くなりますんで、やっぱりねFPS ってね、みんなどうやったら上手くなるんですかって言いますけど、やっぱりねやってる時間が長いほどがね上手くなりますから。どんどんね、敵を撃つことを意識してやっていくことですね。UAV awaiting orders. Drone on standby. Counter UAV awaiting orders. Threat neutralized. いやいや、今のは安易ですぎた。相手9人いるからね。最初はね結構ね死ぬと思いますよ。ただ慣れてくると、3人とかね相手にしてても結構キル取れてくるんで、そうすると、今度実戦の時にも、ね、非常に役に立つ。今のもやりたかったな。ただマップはね狭いマップでやった方がやっぱりいいですね。学敵がめんどくさいっていうのもありますし、ただマップを覚える意味では他のマップをねやっていくっていうのも非常にいいと思いますね。UAV awaiting orders. 左に1人、2人だ。ああ、上いましたか。至る所にいるな。 OK。さあということで、こんな感じでね、毎日僕はマルチに行く前に練習をしてね、出て行ってますけども、まあ、もしね参考になればという感じでございますね。はい、ということで、ご視聴の方ありがとうございました。次はね、ちゃんと試合の方を撮っていきますので、次回の次回の動画ね、楽しみにしていてください。それではまた会いましょう。次会う時はハードコアの鏡だ。